アマーリア・ビルヘルミー・ネフォン、ブラウン・シュバイク・カレンベルクは、ドイツのブラウン・シュバイク・リューネブルク家の公女で、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ一世の皇后。ブラウン・シュバイク・カレンベルク皇、ヨハン・フリードリヒと、ヒ・ベネディクタ・ヘンリエットの娘。ヨハン・フリードリヒの弟は、ハノーファー先帝皇、エルンスト・アウグストであり、その息子で、イギリス王となった、ジョージ一世は、 アマーリア・ビルヘルミーネのいとこにあたる。また、エルンスト・アウグストの日で、ジョージ一世の母であるゾフィーが、母、ベネディクタ・ヘンリエッタのおばにあたるという関係にもある。規定にあたるカール六世と結婚した、エリーザベート・クリスティーネとも同族である。1699年に、レオポルト一世の事実上の長男である、ローマ王、ハンガリー王・ヨーゼフと結婚した。1705年に、 ヨーゼフが定位を継承すると皇后となった。ヨーゼフ一世との間には三子が生まれた。唯一の男子レオポルト・ヨーゼフが創生したため、1711年にヨーゼフ一世が死去するとその弟カール六世が定位を継承した。カール六世の死後にはマリア・テレジアに対して、その重子であるアマーリア・ビルヘルミーネの娘たちの夫が相続権や定位を要求し、 オーストリア継承戦争が勃発した。アマーリア・ビルヘルミーネは、オーストリア継承戦争の最中の1742年に、ウィーンで死去した。この年には、カール・7世紀の皇帝即位によって、次女、マリア・アマーリエが、皇后となっている。ありがとうございます。